はい、まずですね、グラース、こちらの、モデルなんですけども、80年代にフランスでですね、中国移民用に、販売されていたフレンチチャイナワークジャケットっていうのをそのまま再現してるんですけども、基本的にね、もうかなり薄手のコットンで、ヴィンテージは作られているんですが、それにちょっとこの最近ね、あのヴィンテージで結構値段が上がっている40年代のフレンチワークジャケット、モールスキンのフレンチワークジャケットをデザインをドッキングさせて、この形で作りました。まあ、僕が着ているもの と、こちらの、加工ですね、をやってるんですけども、まず、このフレンチワークジャケットのこのグラス、まあ特徴としてはあのこのチャイナのボタンですね、この辺出るかな。で、あとはですね、この40年代、そこにですね、普通のポケットが、パッチポケットがついてるだけなんですけど、あの、当時のもの、80年代のものは。それを、ポケットが、この形ですね。この小さいポケットで切り替えが入っている。斜めの切り替えが入っている、このポケット。これが40年代以前のデザインなんですけども、それをドッキングして、さらに、かなり両面起毛した、厚手のモールスキンで作っております。で、ジャケットの方は3種類やってるんですけども、僕がこうこの全部、白のモールスキンで縫い上げて、でそれを黒の反応染め、真っ黒の反応染めで染めたものがこのタイプ A タイプで、 B タイプは、硫化染めで、この色にした硫化染めだけのモデルで、これがですね C タイプなんですけども、 C タイプはこちらのジェラードが所有しているヴィンテージをのこのダメージを再現したモデルとして作っております。この3種類で、まあちょっともうよりヴィンテージ感を楽しんでいただきたい方は C タイプ、綺麗に着たい方は A タイプ、まあちょうどね、こってりあっさりの間のこっさりがいいっていう人は B タイプ、定位置、定位置っていうスタイルで、まあ僕も週3食べてますかね、しっかり、週3食べて、そのまあ定位置スタイルをいろいろ楽しみながら、まあこっちとこっち両方着たいなっていう人も、もう試していただければと思っております。例がいます、はい、たまにオーブが出るわ。ですね、このジャケットはそんな感じで、まあシルエット、これでですね、今 M サイズ着てるんですけど、ちょっとね着丈が今、サンプルなんで少し長く上がっちゃってるんですけど、だから肩幅、アームの広さ、身幅はこれ M サイズ、まあ、このバストアップで見ていただくと分かりやすいかなと思います。でね、 T シャツ1枚で羽織ってもいいし、まあワークシャツとか中にニット着て着てもらってもいいんじゃないでしょうか。そしてですね、これバンヌトラウザーも同じ、あっさりの A タイプ、こってりの C タイプ、こっさりの B タイプと用意してます。ちょっと言いましたね。はい。まあまあちゃんと言いますよ。40年代のこのワークパンツ、フレンチワークパンツの、デザインを踏襲しながら、シルエットはだいぶ変えてます。この辺出るかな、シルエットは。着てるとこが出るんですけど、ちょっとですね、渡りは太いんですけど、裾に対してかなり強めのテーパードを入れました。で、サイドにポケット、フロントのポケットはこう、縫い目に合わせた、ポケットがつい、縦目のポケットがついていて、後ろは、こんな感じで、バックポケット、ワンポケットですね、肩ポケですね、肩ポケのタイプで、ちょっとねポイントになるのがね、このハンマーループがついてます。ハンマーポケットがついてます。で、このシルエットでこのデザイン、まあ少しシンプルめなデザインなんですけど、まあなんかヨーロッパ、ワークならではのちょっとシンプルで大人っぽい、デザインになってます。で、着用、まあジャケットの色に合わせて、まあこのようにねセットアップで着てもらってもかっこいいんじゃないかなと思います。結構 T シャツがちっとこう中にしまって、ジャケットとセットアップで着るのもかっこいいんじゃないでしょうか。かなりですね、フロントはハイウエストになっていて、まあ本当にタックインするには雰囲気が出やすい、タイプになってます。
あとはですね、まあちょっと、まあ一つポイントなんですけど、まあ、わざとちょっと後染めですよっていうために、このもうタグもね、ガチッと染まっちゃってます。タグはレイオンでしたね。タグレイオンです。なので結構ガッチリ染まってるんで、まあそのあたりもちょっとこう見ていただければ、まあ逆にそういう後染めのなんか古着っぽい感覚っていうのを楽しんでもらうのもいいんじゃないでしょうか。このブルーレーベルから出してるんですけど、このブルーレーベルの方は、まあなんか秋冬物だったらまあセットアップに、まあ、ボーダーの T シャツとかだけだったりとかするんですけど、そのワンコーデのまんまお客さんのが来てくださる方も結構多いので、まあそんな形でね、今回もスリーピングシャツとこの、フレンチワークのセットアップ、まああと、フランスの、フランス軍のカーゴパンツなんていうのをやってるんですけども、結構ヨーロッパものに振った、ラインになってますので、そのあたり、またアメカジの他のアイテムと合わせても小綺麗に着れてかっこいいと思いますので、ぜひお試しになってください。よろしくお願いします。サイズ感とかはどう？サイズ感、ですね、ちょっとざっくりしてると思います。僕がね、普段、まあ、184cm75、まあ太って7キロの時もありますけど、まあだいたいそのぐらいの体重で、今 M 着てるんですけど、 T シャツだったら M でも着れるかな。締めなければ M、はい、まあ締めてもいい。あ、まあそうですね、まあ、ちょっときつく感じるかな。まあやっぱ L かなと思います。デリバリーのタイミングは1月中から下旬ぐらいだと思いますので。在庫はいっぱいありますか？在庫はあんまりありません全然ない。まあ本当にないですよね。はい、ハリーアップでよろしくお願いします。ぜひ、かなりお早めに、お問い合わせいただければ大変嬉しく思います。結構、カスカスの在庫じゃないかなと。本当に多分角1か角2ぐらいしか、はい、店頭は多分ないと思う。見込んで作った割には、先にね、納期合わせて見込んで作ったんで、ちょっと思った以上に注文が来ていただいて、なかったので、ぜひ、近くの販売店さんでお問い合わせいただくのでもいいですし、ジェラードの方で、お問い合わせいただいても構いません。うちのウェブショップであれば LINE の方からお気軽にお問い合わせもできると思いますので、そのあたりも、見て、ぜひご連絡ください。よろしくお願いします。いつものやつ。あ、じゃあチャンネル登録と、いいね、ぜひよろしくお願いします。あとコメント、コメント一番欲しいんですよ。コメント、コメントプリーズ。いいですか？はい、失礼します。